奥沢、2年ぶりの先発の結果がこちら。14日、京セラドームで行われたヤクルト対オリックスの試合で、ヤクルトの奥沢康信投手が808日ぶりに1軍の先発マウンドに立った。4回に杉本裕太郎選手に今季初となるホームランで1点を許したものの、5回79球、被安打7、3奪三振、1失点で勝利投手の権利を持って降板した。直球も150キロ台を記録するなど、約2年ぶりの復帰マウンドとしては素晴らしい投球を見せた。これに対してネット上では称賛の声が多く上がっている。ついに奥沢が帰ってきた。これまで本当に長かったお帰り。2021年の日尻を思い出す素晴らしい登板だった。奥沢のピンチを野手が救ったのも良かったね。もうプロキャッチボーラーなんて言わせない。今電車の中で涙流してる。奥沢らしい三振とかも見れて、雑音を完全に一掃するマウンドだった。お帰りツバメのエース。なんじぇ今球チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。